月食。夢の旧作。鋼のように澄み渡る大空の真ん中で、月がすすり泣いている。汚らわしい地球の影が自分の顔に映るとて、それを、 大勢の人間から見られるとて、身震いして嫌がっている。しかし、逃れられぬ暗い運命は、刻々に彼女に迫ってくる。大空のただ中に、 始まった。月食が。彼女はいつとなく思想を表してきた。みずみずしい生白い頬。目に見えぬ発毛を長々と地平線まで引き生えた。それが冷たく。 美しく、透き通る。米紙のあたりから水気が、ひっそりとしたたる。彼女はもう、仕方がないと諦めて、暗い、醜い運命の手に、自分の美を、任せてしまうつもりらしい。 顎のあたりが少しばかり切りかかれる黒い血がむるむると湧く暗い生臭い匂いが大空に流れ出すそれが一面に地平線まで広がっていく彼女を取り巻く星の光が ギラギラとさえ返った。彼女のまぶたがひとしきり震えてやがて力なく黒ずんでくる。鼻の横に黒い血の塊が盛り上がる。深く切り込まれた刃の影に赤ちゃけた肉が 低めく世界は暗くなったすべての生物は鉛のように重たく針のように痛々しい心をじっと抱いて動かなくなった。 けれども暗い鋼鉄よりもよく切れる円形の刃は彼女の青ざめた横方をなおもずんずんと切り込んでいくそこから溢れ出る暗い生臭い匂いにすべては溺れ込んでいく山も海も 森も、家も道路も、そこいらから見上げている人間たちも、その中に、ただ一つ残る白い光。彼女の額と鼻筋が、もう少しで。 黒い刃の影に覆われそうになった空一面のおびただしい星が小さな声でささやきあってまたひっそりと静まった陰酸な最後の時 顔を覆い尽くす血の下に観念して閉じていた白いまぶたをパッチリと彼女は見開いた案外に平気な顔で下界の人々を流し目に見回したにっこりと笑ったほほほほ これはお芝居なのよ。大空の影と光の、だから私は、痛くも苦しくも、なんともないのよ。そうして、もうじきおしまいになるのよ。でも、皆さん本当になすったでしょ私盟友名優でしょ ではさようなら皆さんおやすみなさい皆さんこんばんはいろあすです本日も朗読を聞きいただきありがとうございます本日は夢の旧作で 月食という短いお話詩ですかね？を朗読させていただきました。まあ、少し短かったんですけれども、面白いお話だったんじゃないでしょうか。こう月ですね。月食あると思うんですけれども、まあその月をこう女性に見立ててこう。月食によってその月が闇に侵されていくシーン。なんかをこう。独特な表現を使って。 表してくるとでまたその月食が終わるとこうまた月が顔を出してくるっていうところをこう、まあ、月の演技ですかね一人の女性が演技をしていたというふうにこう表現した、まあ、非常に面白いお話だったかなというふうに思います。はい、まあ、今回はこう夢の旧作先生成のこう独特な世界観。 っていうのをぎゅっと死の中に閉じ込めた月食というお話読ませていただきましたまた来週も別なお話を読ませていただければと思いますので来週も聞いていただければと思いますそれではまたお会いしましょうバイバイ